替え歌を聞いてタイトル当てましょうよっ。中田さんの言い方する、うん、古川です。以上です。ゆうです。エディです。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。です。よろしくお願いします。さて皆さん、はい。実は僕、替え歌が好きなんですよ。ああ、うん、存じ上げておりますよ。薄々感づいてはいたのか。そこで、今回は僕が有名なヒット曲の替え歌を作ってきたので、うん、皆さんに披露したいと思います。まあ、もちろんタイトルもですね、歌詞の内容に即して変えられていますので、うん、皆さんには変えられた後のタイトルを当ててもらいます。そんなことできる？いや、できそうだな、なんかな。できる気がしてきた、うんうん。例としてですね、以前、石野が行った企画、ボケが10個入った手紙で、うん、グッバイ君はツモじゃなきゃ上がれないという、うん、フリテンダーの替え歌が歌われました、うん、はいはいはい。この替え歌は麻雀のフリテンというルールについて歌われた替え歌なので、うん、タイトルをつけるとしたらフリテンダーとかになるのでしょう。まあまあそうですよね、うん、このように元のタイトルと歌詞の内容が両立するタイトルを当ててもらいます。なるほど。もし模範解答がフリテンダーだった場合に、うん、フリテンシターなどと答えても趣旨が合っていれば正解とします。なるほど、 なるほどね。正解プラス1ポイント、後藤はその問題の回答権を失います。最終的にポイントが最も多かった人が優勝となります、うんうん、なお替え歌はサビから始まります。お、はい、何の曲を歌うかは明かさず、サビ前を普通に歌ってから替え歌に突入するのでサビ前の歌を聞いて元のタイトルを思い出しておくのも重要です。はい、あ、また今回は歌詞の聞き取りやすさを重視するため、僕が歌いやすい音程に移調して歌いますのでご了承ください。はい、それでは早速いってみよう。よいしょ。それでは早速参りたいと思います。はい、替え歌のタイトルを当ててください。うん、第1問問題、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ、別に冬に限ってないけど、この季節になると思い出す、君のお米&お出汁のその美味しさの、以上。雑炊。正解。あ、なるほど。はい、ということでこれエイトさんの香水の替え歌でした。なるほど。君のお米&お出汁のその美味しさのせいだよというね、よくわかりましたね。いや、雑炊の特徴がそんなに出てない。シンプルな雑炊し、まあ、曲は知ってるから、フラットな状態でプレッシャーが結構ありましたね。そうね、なんか冬の食べ物でなんか米を出汁で出てるのかなみたいなくらいのもね、香水っていうタイトルがもう結構重要って感じですよね。五感結構無視してるのもあるので、まあ、どっちを取るかはね、頑張ってほしいですね。どちらかには重要な情報が入っているので、なるほど、はい、分かんなくてもタイトルこうだからこうかもしれん、もう頑張ってほしいと。なるほどね。じゃあ皆さん要領分かったと思いますんで、この調子でいきたいと思います。はい、では参りましょう。第2問目問題、君の笑顔だけが輝いて愛されたいね、きっと見過ごした君の体のみのよう、これはあれだ、世界レベルだ、またバロンドール。はい、行きましょう。エディ、メッシークで。正解。その通り。なるほど。はい、正解はメメシクででした。そんな言葉ないよ。メメシクでですから、ね。続きを聞いてみましょう。ウイレの宣伝で光を当ててアディダスと契約でそりゃウハウハで、バルセロナ、アルゼンチン、いざたどり着いたどのチームでも、ドリブルがドリブルがドリブルがうまいよって、ね、歌でした。なるほど。はい、あ、メッシーがその名前がその飲みかけっていう、はい、まあ、異名はですね、飲みとか原子力飲みみたいな、アトミックフリーと呼ばれていたりするのがあります。で、まあ、バロンドール何回も受賞していて、まあ、ウイレのイメージキャラになっていたり、アディダスと契約していたり、あとチームとしてはね、バルセロナやアルゼンチン代表にいたりするという情報でございました。ということで、ゴールデンボンバーのメメシクテの替え歌、メメシクテでございます。では次の問題いきたいと思います。第3問目です。問題、
家畜の安寧、虚偽の繁栄、死せる画廊の自由を詰められた大根はかまぼこの代わりだ。タイトルについている。さあ行きます、 AT 長屋の花見。正解。正解は長屋の花見でございました。リンクとホライズンの紅蓮の弓矢の替え歌ですね。ちょっと続きを聞いてみましょう。詰められた大根はかまぼこの代わりだ。タイトルについている。みんな住んでる家が番茶を薄めたお酒飲みながら花見するあらすじの古典の落語。ということで正解は長屋の花見でございます。全然違うんだよ。全然違うこれ。え、で長屋の花見というのは、まあ、そうね、その古典落語はですね、まあ、そういう話があって、その大根がかまぼこの代わりだっていうから、長屋の花見のことかなっては思ったんだけど、あ、ここを聞いてね、ねえ、うん、タイトルがさ「紅蓮の弓矢」だから、ね、どう変えるんだ。そうどう変えればいいんだ、まさかと思って言ったら、そう、まさかでしたね。熟語の熟語が合ってますからね。合ってますかね。思ってない。あ、いや、正解です。まあ、このくらいのね、あの気の強さを持ってるから、ね、いや、ガッツで取ってきた。すごいね。ナイスガッツですね。さあ、それでは次の問題いきたいと思います。問題。目の前でずっと輝いているし、合わせだアメリカの生まれの君が味は津軽かかぎにに。さあ、いきます、石野。あー、これわかんない。じゃあ続きいきます、アメリカの生まれの君が味は津軽やかぎに似てる。あれは1953年のこと、ニューヨークで生まれた新たな品種、もう食べれないねと跳ねそうなウサギ型にカットして、ジュースのような果汁がギュッとギュッと溢れ出て。エディ、ジョナゴール。正解。そうそう、なるほどね。はい、ということで、あいみょんさんのマリーゴールドの替え歌で、そっちは分かった、ジョナゴールドでございました。エディ、ジョナゴールドというのは何か分かります？はい、まあ、リンゴの品種のことですよね。はい、正解です。なるほど。あ、津軽ってそういうことか。はい、津軽や赤木というのと、まあ、同じような母体から生まれているものでございまして、1953年のニューヨーク試験場で生まれた品種ということですね。後半に関してはリンゴだよっていうことのヒントです。そのリンゴの品種だっていうぐらいしか情報がないから、もうあとはもうマリーゴールドに似てるやつを探すという作業しかないよ。本当にあのジョレゴールドの情報はほぼ入ってない。マリーゴールドっぽいリンゴを当ててもらいたかったってことなんですけどね。はい、これもう食べれないねっていうのは、ウサギが可愛くて食べれないねって言ってる女の子の心情をね、使っているので。ということで、AT、調子がいいですね。正解。なかなか、この形式で相性がいい。そうだね。普段その曲を使ったやつがね、結構野球だとか全然答えなかったんで。ね。いや、適性が意外とあるかもしれない。これだったんだ。本当に野球だけ受け付けない脳だった。野球だけ本当ダメだった。野球球球。さあ、問題、まだございますので、来い！頑張ってください。それでは参りましょう。問題。でも見たい隣で目覚めて、おはようと笑う君を知りたいんだ。今すぐそのおならピーの決まり教えてくれないか。天智天皇天武天皇、生まれたうちが不動産屋だって、偶然と同じ漢字は入らない。ABAC。 さあ、いきます、以上。花澤花子さん。正解。はい、ということで、バックナンバーの高嶺の花子さんの替え歌で、
花澤花子さん、うん、正解でございました。いやーもうトリッキー、漢字寄せを見てない人は分かんないじゃんこれは。ということでね、これはどういうことかというとですね、こちらをご覧ください。飛鳥時代の皇族で中野大江の王子は後の3、2、おてんてんてんの。なるほど。なるほどね。なるほど。の王子は後の天智天皇ですが、大天の王子は後の何天皇でしょう。てんてんてんの。はい。てんてんてんの。答えが天智でも天武でも、どっちでも、どっちも天武。なるほど。僕が花沢花子パターンと呼んでるんですけど。どういうこと？あ、花沢さんね。サザエさん。花沢さんが花沢花子が。花沢花子は持ってないんだ。ABAC 型ね。花沢花子パターンって。分類すんだ。というですね、過去の動画でありました。これまさにですね、今動画にあった通り花沢花子パターンですね、はい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 、なのでこれ正解は高根の花子さんなので花沢花子さんでもいいんですけど、うん、花沢花子パターンでも正解です、うん、パターンパターンじゃない、はいはい、ということで、いやめっちゃトリッキーだな、これこんな感じでございましたので、うん、まあ替え歌っていうのは往々にしてこんなもんでございますうちはネタをよく替え歌にするわけです、まだ来い、まだ来いよ。問題までございますので、また終わった時の言い方やめろそれでは行きたいと思います。問題。空に響け愛の歌、隣のコンビニ行くために行こうと来て、マスクして手袋してマフラーして5分で帰宅して、コート脱いで手袋ポイしてマスク外してマフラー脱ぐのめちゃくちゃ効率悪いな。うん、これ元曲なんだか分かってない、僕は。いや、俺分かってるんですよ。元曲なんだ、これ。じゃあ、これを見て一定時間経ったら曲のタイトルを言いますね。さあ、行きましょう。リコ。リコのツイート。正解ー。ああ、そうか。なるほど。お見事、正解でございました。のラブソーツイートの替え歌でリコのツイートでした。いやもうなんかリコのツイートだなってことは分かってた。マジですごいね。マジでコート着てマスクしてぐらいで分かってた。すごいね。これ実はですね、リコのツイートなんですけど、これねちょっと実際の画像もあるんですけれども、こちらですね、うん、はい、このリコのですねツイートがあるんですけど、これあれラブソースイートが歌えるこの後よく気づいたよ。え、一個も変えてない、もしかして。これね、一言一句変えてないんですよ。すごいね、はい。これを狙ってツイートしてた。してるわけねえだろ。ラブソースイートの替え歌として書いたんだろう。そんなわけねえだろ。思ったよね。ということで、ご飯会とリコのツイートなんですけれども、リコが押した時のみ、俺のツイートも正解でした。はい。問題以上でーす。ということで得点は石野2ポイント、リコ1ポイント、 AT3 ポイントで AT の優勝。そうでした、すごいな。いやー、そうですね、やっぱこういう曲問題はちょっと苦手かなと思ってた部分はあったんですが、替え歌に才能があったとは思って好きそうではあるよね。とはいえなんかね、そのいろいろ過去の企画とかね、リコのツイートとかいろいろやってきて、うん、バラエティーに飛んでて面白かったなと思いましたね、うん、はい、いやー面白かったです。よく歌詞にできるなっていうところが面白かったのと、ね、長屋の花見のイエーガーが結構面白かった気づいてくれましたかね。うん、ここが好きですね。これは正解したかったなと思って、これちょっと流れ変わってしまったのでね、ここもっと頑張りたかったなと思って、うん、確かにね。これもしかしてだけど、うん、俺のツイートから着想を得た企画、リコのツイートは滑り込みで最後に作りました。なんでだよ一番綺麗だろあれこれもしや皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。面白かったよという方はぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。